不足は美容の大敵なんです。美容？美容にも気を使ってるの？すごいな。ほい、じゃあお寿司を。あー、ごめん、投げた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見ていこう。はい、それじゃあ、なんか横並びで友達マークが。え、まさかの隣の部屋同士で喧嘩？めっちゃ気まずいやん。初雪さん、入ります。そんなことある？今ちょっと不機嫌です。どうしたどうした？え、相手はヨミさんで会ってますか？あ、違う！マジで違う！二組おるってこと。仲直りしてくださいまし。たまたま隣の部屋同士で、まあ、ちょっとなんか、イライラしとるわけやね。それじゃあ、コロッケコロッケ。はい、コロッケで、宇宙へ、行ってくださいまし。行ってらっしゃい。すごい偶然やったね。うまーい。超大好物だったようです。気分が落ち着きました。めっちゃお腹いっぱいになっとる。コロッケで？コロッケであんなにお腹いっぱいになる？元からかな？結構満たされとった感じ？この間はごめんなさい。どうだ？許してあげて。許しません。うわぁ。うわぁ、来たよ。また来たよ。くそー。うまくいきませんでした。まあ、時間が解決してくれる。そしてお隣さんのヨミさん。こっちも同じく、誰と喧嘩だい？あ、どうも。どうもどうも。ネムと喧嘩しました。おー、ネムちゃん。腹が立ちます。二人ともなんかおっとりしてそうやけどね。仲直りしてくださいまし。このイライラを沈めてください。じゃがバタだ、じゃがバタ。じゃがバタはこっちかな？あ、あったあった。はい、じゃがバタで、踊りを。いただきます。どうぞどうぞ。あんなに怒っとってもね、こんだけ踊りたくなるってすごいよね。じゃがバタ美味しいけど。大好物だったようです。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、仲直りできるか。こっちは仲直りしていただきたい。もう一組の方がダメやったけんね。この間はごめんなさい。お願い。え、どう？こちらこそごめんなさい。あ、よかったよかった。二人ともすごいね、ほんわかした感じやのにね。何で喧嘩したんやろ、一体。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよ。お礼にこれをあげます。実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。いつまでも、マナリと友達でいたいです。マナリさん。マナリさん、友達、超楽しい。でもなんかすごい微妙な位置やけどね。
はい、それじゃあ、お隣さんすごいドヨンとしてるけん励ましてあげてよ。はい、ゆうかさん、入ります。遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すカードを表の外に出すと勝ちです。よし、スタート。はっきょい。はっきょい。残った。残った、残った、残った。ゲイ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 。おっと。頑張れ、頑張れ、頑張れ。あー、待ってー。危ない、危ない、危ない、危ない。めっちゃいい勝負じゃない。あ、危険、危険だって。おー、なんか結構粘ったような気がするよ。ゆかさん、だいぶ粘った気がするよ。おめでとうございます。ありがとう。すごいいい勝負やったよ。どれか選んでください。じゃあ、一番小さいので。お宝、麻雀牌をもらいました。ありがとう。私がこの島のリーダーになれば、きっとうまくいくと思いませんか？どうだろうな。リーダーになろうと思ってたの？リーダーとかいらんと思うけどな。はい、カツ丼どうぞ。いただきます。まあ、でもまとめる人は必要なんかな。まあまあ美味しかった。よかったよかった。はい、そして。そして。はい、アムくん、入ります。アユナのそっくりさんと遊びたいです。遊びましょう、遊びましょう。共通点クイズ。二人の見える共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。共通点クイズ、第一問。第一問。デデン。モダンとサシは同じ生まれ月である。わからんけど違うと思う、きっと。答えは、いいえでした。うん、うん、うん。共通点クイズ、第二問。第二問。デデン。ハルキとハルちゃんは、二人とも CD を持っている。はい？か？答えは、いいえでした。あー、違った。ハルちゃん持ってなかった。なるほど。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。ミュウは誰に紹介しても恥ずかしくない友達です。ふんふん。でもまだ親友ではないよね。ミュウ。楽しい。ミュウちゃん楽しい。でも、せつなさんが最高に楽しいんやな。はい、それじゃあ、カス汁を、どうぞ。いただきます。どうすか？結構美味しかった。お、よかったよかった。はい、そして。そう、実はね、この前にも一本取っとったんやけど、ちょっとね、機材トラブルで、ちゃんと映せてなかったやつがあって、でも特にストーリー系のゲームじゃなくてよかったと思ったんやけど、ほら、ペアットくんがね、新しく住人に加わりました、その時に。で、まだね、いろいろと揃えてないけん、今回揃えようかなと。ペアットです。人に気も使いすぎる男だそうです。やけん今誰もおらんけん、すごいゴロ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 転がりよったんやね。寝不足は美容の大敵なんです。美容？美容にも気を使ってるの？すごいな。ふふ。ほい、じゃあ、お寿司を。あー、ごめん、投げた。引っ越し祝いにお寿司を、どうぞ。どうすか？お？早速の？マジで？はいって一発目で？すごいやん。まさかのやん。超大好物。うまーい。このマンションに入って初めての食事よ。すごくない？超大好物だったようです。すごい、ピンポイントで当ててしまった。
はい、そして、服を、短パンランニング。はい、どうぞ。今と全く違う感じになるけど。あんまり気に入らなかった。まあ、そうかな。美容がどうのこうのって酔ったもんね。こんななんか、やんちゃな小学生みたいな格好じゃ嫌よね。通学帽。あ、めちゃくちゃ小学生や。組み合わせが。あ、そっちはいいんや。すごく気に入ったようです。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？はい、遊びましょう。遊びましょう。共通点クイズ。あ、またや。2回目。はい、スタート。共通点クイズ、第1問。第1問。ででん。渡部と優也は二人とも猫レンタル券を持っている。持っとるかな。答えは、はいでした。よし、共通点クイズ第2問。第2問、ででん。メイちゃんとリョウリョウは同じ血液型である。いいえ。答えは、いいえでした。よし、共通点クイズ最終問題。最終問題。ででん。MILT ともかさんは友達である。二人とも結構前からおるけんな。はい、答えは、はいでした。おー、よかったよかった。全問正解や。やったね。全部勘やけど。おめでとうございます。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中くらいで。お宝、ブリキのおもちゃをもらいました。ありがとう。あ、そうよ。部屋、部屋、部屋。ね、ペアトくん、部屋が初期のままだ。どうもです。どうもです。ごめんね。また、ぐでぐでしよったところを。男の子スタイル。もう完璧に小学生の男の子やね。いいやん、いいやん。インテリアもありがとうございます。うんうん。なかなかいい部屋ですね。ところで、部屋も見ていきますか？見ていきましょう。どうすか？いい感じ？あれよね、テレビの形もなんかめっちゃ丸っぽい感じよね。見ることができますよ。ガンってぶつかっていってもなんか、角が丸いけん大丈夫そう。まあ、このロッカーとか、棚とか、その辺はめちゃくちゃ鋭利な感じやけどね。テレビの丸っこさ可愛いな。見てるだけで楽しい。大事にします。お、見てるだけで楽しい。よかったよかった。ワクワクする部屋。それじゃあ、そうやね。 Wii U をどうぞ。道具、 Wii U をプレゼントしました。よし、これでやんちゃな小学生の男の子のお部屋って感じが完成したね。ゆきゆき。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。男の子率高いな。お、親子揃ってやん。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そして、ミニュース見てこう。5時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。ロックフェスティバルで、お、あゆな島フェスが開催。ということで、あゆな島フェスが開催されました。ふんふん。ザ・スブカズや、レジェンド・オブ・ロックスケなど、有名アーティストの参加。レジェンド・オブ・ロックスケなんかいいな、ゴロが。のことです。え、めっちゃすごいやん。マジに聞きました。それって私のアイデアですよね。マジで。いや、それを聞いてホッとしました。ふんふんふん。はい、みんな盛り上がったみたいよ。ミオメカナを伝えしました。ありがとう。地元、地方の活性化でなんかね、そういう巨大なフェスみたいなのってよく聞くよね。いいと思う。お、夜市やん。めちゃくちゃ久々じゃない？見とこ見とこ。
お客さん、運試ししてみない？いや、アミカちゃんの格好よ。この店が発祥の日だよ。はい、買いましょう。福袋5000円。一つください。一つ目の中身は、豆腐。食べ物、豆腐が入っていました。剥き出しで。二つ目の中身は、アヒル。お宝、アヒルのおもちゃが入っていました。どういう組み合わせ？で、三つ目の中身は、おお、服、車の T シャツが入っていました。また来てね。まあ、最後の服は良かったかな。まあまあまあ。その前の二つがちょっとあれやけど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、めっちゃ久々の福袋やったね。そういえばそんなのあったなーって感じ。いやでも、すごいワクワクするね。よっ。